ロジカルシンキングとは一貫していて筋が通っている考え方あるいは説明の仕方のことである。日本語訳として論理思考あるいは論理的思考と置き換えられることが多い。日本で育まれており論理学に由来する考え方やコンサルティング業界に由来する考え方に分かれる。後者に重複なく漏れなく対象を分析するミシーといった考え方がある。 三角ロジックは主張、客観的データ、論拠をセットにすることで議論の方法として広く使われている。ロジカルシンキング、あるいは論理思考という用語は、それが使われる年代や文脈によって異なる意味で受け取られる。英語辞書にロジカルシンキングという語彙を持つ者は少なく、あっても十分な説明になっていないことが多い。例えば、 筋の通った論理的な思考であるとの説明が、ボキャブラリー .com およびディクショナリー .com に見られるが、この説明はほぼ同語反復と言える。また、ロジカルシンキングの英語訳として、クリティカルシンキングが選択されることも多い。日本でロジカルシンキングや論理思考の概念が広まった契機は、ロジカルシンキング以来、主にコンサルタント系の著者たちにより、 ロジカルシンキングのための様々なツールや手法が企業向けに提唱されビジネス書のブームとなったことにある。以上のことからロジカルシンキングは英語圏で広く通用する一般的な語彙ではなく特定の経営コンサルティング会社あるいは業界用語とみなすことができる。論理思考の用語から連想される論理学は哲学、数学などの分野で古くから研究されてきた分野で あるが、一般にも使われるようになった、用語、ミシーをはじめ、上記の論理思考の解説書等で導入される。概念は、こうした学問としての論理学とは、関係がない。野谷茂木教授の著書、審判論理トレーニング中で、論理的思考という用語自体について、論理は思考力を意味しないため誤解を招く使い方で、あるという指摘がなされている。 ロジカルシンキングないし論理思考という用語が使われる文脈は多岐にわたるが主なものを以下に示す。論理思考から連想される論理学は哲学、数学、計算機科学等の一部となる学問分野である。哲学としての論理学は三段論法に代表されるアリストテレスが体系化した研究にまで遡ることができる。現代の論理学は 演算記号を用いた数学的な体系であるが、それ以前の自然言語による研究は伝統的論理学と呼ばれる。現代の論理学は19世紀になって、触れ上げにより数学的な枠組みを与えられて、以降、数理論理学として発展し、以降の数学や物理学の基礎を形作っている。これら学問的な文脈からは、論理的という表現や、 論理的思考が何かは規定されておらず、これらは学術用語であるとは認められない。学問的な意味での論理は日常的に使われる論理のイメージとは異なったものであることは広く指摘されている。このことを踏まえ、論理学の成果を日常生活に役立つように平易に解説する努力がなされてきた。本節の末尾にそのために執筆された書籍のいくつかを示す。 日常的に使われる論理的な思考という表現は主張に対して妥当な根拠付けがされていることを指す。例えば論理的に考える方法では日常生活上での論理的な思考はリーズニングを意味すると指摘し、さらにリーザニングについては理由付けとか推論の構造くらいの意味であるとしている。学術的に権威のある立場からロジカルシンキングあるいは 論理思考という用語について明確な解説をしている例は少ないが、審判論理トレーニングには次のように記述されている。なお、論理学で扱う論理は以下の引用における狭い意味の範囲である。論理的思考力とかロジカル、シンキングといった言葉がよく聞かれるように、論理とは思考に関わる力だと思われがちである。だが、そこには誤解がある。 論理力は思考力そのものではない。思考は結局のところ最後はひらめきに行き着く。思考の本質はむしろ飛躍と自由にあり、そしてそれは論理の役目ではない。論理力とは思考力のような新しいものを生み出す力ではなく、考えをきちんと伝える力であり、伝えられたものをきちんと受け取る力に他ならない。狭い意味では演縫という関係だけを、 論理と呼ぶが広い意味で論理的であるとは様々な分野主張のまとまりが単に矛盾していないというだけでなく一貫しており有機的に組み立てられていることを意味している。論理的思考及び表現に関しては論理学的な意味を踏まえたものとして以下の著書がある。日本では2000年前後に米国のコンサルティング会社であるマッキンゼイカンパニーの出身者によって 同社によって開発されてきたとされるコンサルティングノウハウが紹介された。特にベストセラーとなった書籍、ロジカルシンキングによってミシーなどのテクニックが広く知られるようになり、ロジカルシンキングに関するビジネス書のブームが起きた。本節の末尾に関連する書籍のいくつかを示す。一連の書籍で共通に紹介される手法及び、キーワードには次のものがある。情報や、 分析対象をグループ分けする際に重複なく漏れなく行うべきであるということを示した指針。結論と根拠が適切につながっていることを確認するためのテクニック。ソ・ホワットはその根拠がどういう結論を導くのかを、ホワイソはその結論の根拠が適切かをそれぞれ確認するために用いる。結論と根拠を多段に組み立てることによって作られる構造で、 ドキュメントの骨子全体の構造を表現するものとされる。問題の分析や課題の整理の結果をツリー構造として表現したものであり、目的によって様々な種類がある。コンサルティングを行う際に広く使うことのできる構造のひな形であり、項目はミシーになっているとされる。3C や 4P といったものがその具体例として示されることが多い。 こうした手法における論理的の意味は、学問的なものではなく、むしろ日常的に使われる意味に近いもので、より理解しやすく説得力のある説明をするために、適切な根拠づけがどうあるべきかという指針を示す、ことを主眼としている。ミシー及びピラミッドストラクチャーの概念は、バーバラ・ミント氏の書籍、考える技術、各技術にも見られるが、この書籍中の主要なアイデアは、 1973年に米国で執筆されたピラミッドプリンシプルに遡ることができるとされる。一連の書籍の出版以降、様々な書籍やセミナーによる普及活動が続き、これらの手法は経営コンサルティングをはじめ、企業経営、企画に関わる関係者にとって広く知られるところとなっている。このカテゴリーに入る書籍には以下の書籍等がある。 ツールミンモデルの略型。競技ディベートや科学的論調などの文脈で論理を構築する考え方として、三角ロジックと呼ばれる形式が用いられることがある。三角ロジックは、正三角形の各頂点にクレーム、データ、ワラントが配置される。クレームは、上の頂点に、データは、下辺の左の頂点に、ワラントは、下辺の右側の頂点に配置される。 これら3要素が揃っていることをもって、論理的であるとする考え方である。これらの構成要素は、トゥールミンモデルに基づくものであり、国内外で広く議論、利用されてきたことから理論的な権威性を持つが、三角形の配置については、日本独自のものである。トゥールミンはアーギュメンテーションキャンビーダイアグラムドアズ、A コンクルージョンイスタブリッシュと、モアワーレス、オンザベーシスオブ、 A ファクトサポーテッドバ e d by, A warrant, and a possible rebuttal, to ー e a r n は座右実の中で論証のパターンの枠組みの最も基本的な形としてデータワラント、結論からなる枠組みを示した。この図式としてデータを左側、結論を右側に配置し、右方向への水平の矢印で両者をつないだ、構造が示されている。 ワランとはデータから結論に向かう矢印の下に矢印を支えるような形で記載されるのが一般的である。トゥールミンのモデルはさらにより精緻な枠組みとして限定し論枠裏付けの要素を加えたものを示している。トゥールミンの示した議論の枠組みはもともとは法律的な議論を行うモデルとして考案されたものであるが用語の揺らぎはあるものの分野を問わず広く 用いられている。結論か主張か、データか事実か、といった用語選択は分野によって様々である。大学における論文の論理などを組み立てるために、書かれた大学で学ぶ議論の技法においても、トゥールミンモデルによる議論の分析方法が示されている。日本独自の三角形の配置は、1970年代の後半から松本道弘氏による競技ディベートの啓蒙。 展開の一環で書かれた書籍内で紹介されたことがきっかけで広がったものである。同志が訳出したディベートの方法、討論、論争のルールと技術の記載の中に論証のための有用な手法として、トゥールミンのモデルが紹介されている。この書籍中では、トゥールミンの示した元配置のまま示されているが、同志の執筆した知的対決の方法、討論に勝つためにはの中で、 基本の3要素が上述した三角形の配置で図示されている。その後、三角ロジックについては、三角形の形状を利用することで、トゥールミンのモデルからは、離れた独自の解釈を加えて用いられる例も現れている。典型的な例を紹介する。一つは、戦略コンサルタントのロジカルシンキングにおける、ソフォワット、ホワイソーを合わせて示すものである。 ロジカルシンキングの文脈では結論が上根拠が下に配置されるためちょうど三角ロジックの配置と一致することからこの範囲であれば整合は取れている。しかしロジカルシンキングでは最終的に基本の構造を複数積み重ねることでピラミッドストラクチャーと呼ばれるより大きな構造を組み立てることが主眼にあるが構造が大きくなった時に左右の配置によって データとワラントを分ける制約を維持し続けるのは難しい。もう一つは演疫法と機能法を三角形の辺の辿り方で表現するものである。演疫法はワランとデータクレームの順に辿ること、機能法はデータワランとクレームの順で辿ることとして解説されている。トゥール民モデルで定義される方向性はデータから視聴円の方向のみであり、三角形の 変に該当するものが存在しないことから、この解釈は三角形の形状を利用した独自の拡張といえる、トゥールミンモデルの基本文献と競技ディベート並びに三角ロジックに関連する書籍を以下に示す。20世紀の心理学者ピアジェは人間の成長過程で使われる言語の観察を通じて誕生してから継続的に発達させる思考能力についての理論を提起し、 発達心理学の基礎を築いた。この理論における子供の思考の発達過程の中に目の前に具体的なものや状況がなくても思考を組み立てられる論理的思考の能力を獲得する段階が位置づけられている。発達心理学に関連して論理的思考について言及している書籍には以下のようなものがある。日本語で書かれた文章が曖昧であることが多いなどの理由から 日本語は論理的な言語ではないあるいは日本人は論理思考が苦手であるといった主張が古くからなされている。こうした主張は英語やフランス語をはじめとする欧米の言語に関能な明治時代の日本の知識人によって主張され、しがなおや等の日本語不要論に展開する議論の一部となってきた。こうした考え方について反論する論者も多い。 例えば、日本語の作文技術には、次のような記述が見られる。一般の間に日本語は、特殊だとか、ヨーロッパ語に比べて、論理的でないといった俗説がはびこっているのも、当然であろう。この俗論は事実として誤っていることを、私たちの母語を守るために、具体的に示していく必要がある。あらゆる言語は、論理的なのであって、非論理的言語というものは存在しない。 ここでの論理的とは、学問的な論理でも、また、日常的な根拠付けでもなく、意味や文法上の厳密性のことを指している。この議論は、継続的に見られ、21世紀に入ってもこのテーマに、関する書籍が出版されている。例えば、論理頭の作り方、思考回路をクリアにするでは、日本人は、論理的でない、日本語は特殊な言語であるので、 論理的な考えを表現するのに適さないというよく聞かれる主張に対する反論を題材にして論理思考のあり方を解説している。この書籍における論理思考はディベートをベースにするものであり適切な根拠づけによる議論の能力のことを指している。諸外国語と日本語の論理性について触れた書籍には以下のものがある。米国では20世紀初頭に ザイレメンツ・オブ・スタイルによって、より簡潔な英文についての指針が提示されて、以降、意図を的確に伝えることのできる英文を書く能力が重視されるようになった。この流れで、初等教育の段階から、文章がどのような段落構成で行われるべきであり、各段落ではどんな文が記述され、文のつながりはどのように示すべきかが、作文の授業として教授されている。 こうした文章の構成規則に従った文章のことを論理的であると表現することがある。国際交流が広がった20世紀後半には日本でもこのような文章構成のあり方が重視されるようになり、英文作成を主題にしつつも日本文にも適用できる論理的な書き方を解説する書籍が出版されている。同様な問題意識から21世紀に入ってからも日本文の作文を 論理的にするための指導方法の模索が続けられている。これら、英文、日本文の作文指導に関する書籍のいくつかを示す。ありがとうございます。